全国1億2000万人の FL レンズファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はキヤノンの FL レンズの分解、清掃、メンテナンスをやりたいと思います。 FL レンズ 50mmF1.8、 そしてこれが 50mmの F1.4。 F1.4 は割と綺麗ですね。そしてこれが 55mmの F1.2 です。それでは始めましょう。最初は 50mmの F1.8 からです。今日は3本のレンズをクリーニングしますので、もうサクサクっと進めていきます。このカニ目レンチでレンズ傷つけないようにしてくださいね。レンズについたカビの除去はレンズクリーナーをシルボン紙に浸してしばらく漬け込んでおきます。よくカビの除去にカビキラーとか使ってる方いらっしゃいますが、あれってどうなんですか？コーティングとか傷めないんですかね？落ちきれてない部分もありますが、あまり強くこすりすぎてレンズ傷つけちゃうとまずいので、このくらいにしときましょう。てか今日はガンガン進めていきます。撮影に2時間以上かかりましたから、20分以内の動画にするにはこのくらい巻いていかないとダメですよね。今回 FL レンズ、キヤノンの FL レンズのクリーニングをしてますが、 FL レンズいいですよ。なんてったって安いですからね。分解したり組んだりする練習にはもってこいです。ここで注意点が1つ。このレンズのマウントリング、マイナスネジを外すと小さなベアリングが入ってます。これ落とさないでくださいね。落としたら絶対見つかりません。マウントリングを外したらこの3本のネジを外します。はい、これでレンズが全部外れました。絞りリングを外す場合はリングについている3本の芋ネジを緩めれば外れます。取らなくても大丈夫です。緩めるだけで外れます。ほら、結構中が汚れてるんですよね。まあ50年以上前の製品ですから仕方ないです。シルボン紙に無水エタノールをつけて汚れを落としていきます。ライトを当てて位置を確認して絞りリングを戻します。そしたらレンズをクリーニングして組んでいきましょう。こういう作業ってあまり神経質になっちゃうともう本当に終わらないです。私の腕じゃカビも落ちきりませんし、曇りも取りきりません。まあクリーニングする前より
マシになればいいかなって感じでやってます。まあ自分のものですからね、趣味の範囲内です。私はこういう作業好きですね。なんか車を修理するのに似た感覚があります。直すたんびにどんどん愛着が湧いてくるような気がします。ここで注意する点が1点。レンズの外し方、この分解の仕方とか、あと組み付けの仕方というのはほとんど一緒です。ですが絞りリング、あとこのレンズのマウントリングに関しては F1.8、F1.4、そして F1.2 では全く中の構造が違います。小さいバネとかベアリングの玉の入ってるところが全くそれぞれ違います。そこは注意してください。はい、50mmF1.8 終わりました。綺麗になりましたね。 OK 牧場。続いて 50mmF1.4 です。このレンズに関しては割と中は綺麗です。カビや曇りはあまり見受けられません。でもね、やっぱり中汚れてるんですわ。ハケでゴミを落としてブロワーで拭いておきましょう。あとピントリングのヘリコイドがグリス切れを起こしてます。グリスアップしちまいましょう。はい、ラウナです。この希釈オイルを注入してピントリングを回すと中の固まったグリスと混ざって回した感じがだんだん良くなってきます。これが気持ちいいんですよ。ピントリングのヘリコイドに注入するグリースはシャープ10あるいはシャープ30だそうです。ただ私はシャープ40しか持っていないのでラウナのシャープ40を注入しました。私は割とピントリングは固めの方が好きなのでこれでよしとしましょう。フロントのリングも外して前側からもラウナを注入します。はい、ここにもいますね。小さいベアリング、滑り落ちないようにシリコングリースで固定してます。
うん、いい感じですね。レンズの前と後ろだけ清掃しておきましょう。あとは銘板をつけて完了です。続いて F1.2 55mm F1.2 です。はい、ここにもベアリングが隠れてます。これどうやってつけるか悩んだんですよ。リングをベアリングの上にかぶせるようにしてつけるとうまくいきます。おー、オーケーオーケーオーケー。あー、いたー、よかったー。オーケー牧場。マウントリングのクリック部分にはシリコングリスをつけておきます。同じ FL レンズでもマウントリングの固定方法が F1.2 と F1.8 では全く違います。多分ですが F1.2 と F1.4 は共通だと思います。それではレンズをばらしていきます。ピントリングには希釈オイルを注入です。はい、終わりました。 50mm F1.8 です。綺麗になりましたね。アップで見るとこんな感じ。そして 50mm の F1.4 ピントリングのヘリコイドもバッチリです。そして最後は 55mm F1.2 です。このレンズは今でも割と高めですよね。ちょっと分解するのにドキドキしました。
このレンズはマウントリングがかなり腐食してましたが、真鍮のワイヤーブラシでこすれば綺麗になります。いい感じですね。はい、OK 牧場。またねー。楽しい自転車。